簡単に見つかんねえから、これフロムワンだな。いや、俺今日朝4時半から仕事してっか。朝4時半で、今日ね、12時までかな。サバゲー面白かったよ。寝てないんですか？寝てねえよ。12時に寝ようかな。明日簡易放送。簡易放送明日。でも簡易放送は脳みそ 100% の時やんないと。早すぎるわ、笑。てててんてて。じゃあやりますか。まずはフロムワンやりますか、フロムワン。いや、俺ね、探検買おうと思って。探検ね。探検。昨日ちょっといいベルトが出たんですよ。渋い棒持ってる。頼むから自慢させてくれ。俺が初めて出た神仙人ベルト、昨日初めて、俺が人生で初めて出た神仙人ベルト、攻撃プラス10、右手に探検装備時光攻撃ダメージプラス 13%、 そして最新の探検、天の川のジャンビーヤ、光属性。来たな。光属性攻撃でゴーレムに大ダメージ。来た。買うしかねえよ。というと、毒入る物質系なんだよ、時代は。毒が入る。ダークキング、毒聞いたらやばいな、俺。神だな。というところで皆さん、フロムワンの申し込み募集してます。先ほど、219丁目にいたら、持ってきたいと言ってきた。持ってきたいと。ちょっとコツコツレベル上げしようかなと思ったけど、持ってきたいからと言ってくれたから、これは放送やるしかないと。こういうことですよ。ラララー。やっぱ土曜日はな。なんでそう思ってるんですか。ほんと久々によ、ちょっと ビジネス関係者やらかしてよ、マジ謝りに行ったわ今日。やっぱつらいな。こういう時つらいな、リーダーは。テレデーン、テレデーン。なんか松明新鮮でちょっといいかなと思って。さあ、というところで皆様いかがでございましょうか。フロムワンの持ち込み本日、フロムワン持ち込み募集ですね。フロムワン、フロムワン持ち込み募集、ヒルズ219-3。手に持ってるの新武器ですか。うん、新武器だよ。フロム1持ち込み募集、ヒルズ2193。曲かよ。この曲を聴いてるとドラクエ3がやりたくなるが、ちょっと俺ね、ハヤブサの剣欲しいんだよね。ハヤブサの剣欲しいんだよね。あ、俺周到罰やっていい。周到罰もないんだよね。緑の錬金石。てって。いや、俺やっぱね、理論値買いたいんですよ。はやぶさの見解はね、理論値買いたいんですよ。はい、ナイスブラザーからの、ナイスヒロー。昨日持って帰っちったんだ、純理論値。昨日、アーコさんにずっと突っ込んでたアーコさんに、持って帰っちったんだよ、朝日は。ああ、これだよ。俺はこれが欲しいんだよ。俺はこれが。今一番欲しいんだよ、俺が。おめえ、持ってきました。皆様、一発目からのヒロー。ナイス。まさかのヒロー。これは買って持ち込みなのか、作ったのか。これはヒロー作ったのか、これは。ヒロー、まさか。おー、これ絶対ヒローが作った。ヒローが武器職人で作って、ヒロー2が錬金壺。お前、やるな、お前。ヒロ2とかお前全く U5 と発想が一緒だな。ヒロ2からやば。
ヒロツーが作った、これは素晴らしいですね。これはもう、いや欲しいなこれ、いや欲しいなこれ、もう欲しいなこれ、これ欲しいな。ヒロが作ったハヤブサの見解欲しいなこれ。あ、もう下がったね。あ、そう、あ、下がったね。あ、そう、あ、そう、え、ヒロこれいくらで、これヒロ捕らえなかった、え、ヒロこれ、ヒロこれ捕らえなかったらいくらで売ってくれる。え、ヒロこれ、ヒロこれもし捕らえなかったらいくらで売ってくれる。これ俺ヒロからだったら買いてえな。いや、ヒロからだったら買ってもいいな。ヒロいつも貼ってくれてるからな。はやぶさの見解、はやぶさの見解、会心理論。いや俺やっぱりあれなんですよ、俺もね、あの経営者なんでね、いや経営者なんでやっぱりね、何、あの知り合いに 利益を落としたいっていうのがちょっとあるんですよ。俺大企業出身じゃなくて、で3000万、ヒロじゃあ捉えなかったら俺記念に買うよ。はやぶさの見解、会心理論値、いいねこれ。ヒロ作だったら買うよ。ということでヒロさん、設定どうしましょう。あ、ヒロ、あ、ヒロ、ヒロこれどうする。これヒロこれ持って帰なかったら買うよ。持って帰なかったらお祝いで買うよ。持って帰ったらしょうがねえよな。まあヒロ、まあヒロ4連直人式200万大行列、まあ5連100万だろうな。4連直人式200万は大行列、5連100万、まあ、大丈夫じゃない10人だったら。チェ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 、その2択で選択式はどうでしょう。ああ、いいんじゃない、あ、いいんじゃないですか。あ、いいんじゃない。ナイスヒロキン、4連プラス60で、200万、あ、いいんじゃない、ちょうどいいかもしれない。5連100万はやぶさの剣会、会心理論、これ今一番人気の商品だと思うな。いや俺これほんと俺買いたいもん。これ限定何名ですかヒロさん、限定何名。さあ 20% いただきますが、限定10人かしこまりました。まあヒロさん、私にこれ渡した瞬間にもうあなたの手から離れるのは確定ですが、最後見てくれ、自分で作っといたこの芸術品見といてください。あの持って帰なかったら私3000万で買います。持って帰なかったら3000万で買いますし、持って帰ってしまったらその持って帰ってし持ってナイキャッチした人、いかがでございましょうか。あ、ちなみにナイキャッチした人、ナイキャッチした人ね、私3000万で買います。さあというところで皆様、さあこちらからの素晴らしい容器だな。これそう、これそう、これ装備して、装備してこれね、アホだな。さあというこちらはさすがにお客様をお待たせしているので、 お客様が待ってるということは、これはちょっと松明は失礼ですね。松明はご失礼、松明は外しますけど、外す。さあ皆様、そしてこれ体験も失礼なので外す。美しい、いや美しいな、パルナシだしね。いやいいね、パルナシ、はやぶさの見解、4連直人式60、まあ、これ5連のがちょっと割安かな、割安かなこれな。てってて、さあ皆様いかがでございましょうか。こちら使うもの、消費アイテム違うな、装備品武器、はやぶさの見解、片手剣。はやぶさの見解、これが会心 5.1%。 美しいな、転売もない純白の理論だから会心出まくるよ。いやいいね、3290万ゴールドからが、いやいいですね。
さあこちら人気商品皆様いかがでございましょうか。はやぶさの剣、回がこちら理論値フロムワン4連プラス、60で200万ゴールド、そして5連で100万ゴールド、限定10名様からでございますが、さあこちらチャレンジャーいらっしゃいませんか。さあチャレンジャーがいらっしゃらなければ、私こちら3000万ゴールドで買い取りをさせていただくということになりますが、さあ皆様挑戦者お待ちしてます。ナイスこんばんは。ナイスこんばんは。3000万、3000万おろしよう。3000万、3000万おろしよう。買うって言ったもん。買うって言っちゃったから買うわな。ちなみに若豚買いじゃなく親豚で詐欺がよくあるので気をつけて。あ、そう、それは怖いね。それは怖いな。1、10、100、1000万、10万。3000万ゴールド。ケタもちゃんと合ってるね。3000万ゴールド。いや、なかなかの買い物だぜ、3000万って。武器で3000万って、まあまあやで。おう、よっしゃ、どうぞ。はい、チャレンジャーが青豆。さあ100万なのか200万なのかね。こちら100万渡した後、5連だったらそのままダイス振ってくださいね。4連直人式だったらもう100万渡してください。もちろん4連直人式の方が出やすいですけどね。割的には5連の方がこうして、ね、5連 OK、 どうぞ。さあ青森さん、私がこちら買い取るハヤブサをぶんどっていくか。39からが77、2連ゾロ目言うか。87、3連。お、失礼いたしました。さあ100万ゴールドから、さあいきなり3連でございますが、さあヒロさん、こちらちょっと3連ね、87とはいえど3連出るとヒヤッとしますよね。89、93で終わりですからね。さあ皆様いかがでございましょうか。さあこの設定でやらせていただきましたので、このままいくとね、ヒロに3000と80万ゴールドを渡して、神通への暴走 4.9 が売れないです。神通への暴走 4.9、 ね、暴走ね。さあ皆様ナイス和骨でございます。さあはやぶさの剣理論値、会心の理論値、こちら、お届けしておりますが、賭けギャンブルがね、賭けギャンブル何がしたいですか。さあこちらお客様からの10秒前から、9秒前から、8秒前、7秒前からの、6秒前から、5秒前、4秒前からの、3秒前、2秒前からの、さあ花さん、あ、コロシアも人いない。コロ、コロシアもなんで人いないの。さあこれ流行ってますよこれ。いやそういうわけにもいかない。ヒロさんの、ヒロの利益を確保しないと。ほら持って帰ったら持って帰るでしょうがない。4連60、5連をここ一で、出すような方々には持っていかれてもしょうがないです。さあ花さんがこちらが振りますか、それとももう一回取引が来るか。振りました。さあ50から、さあ1投目50、17、失礼いたしました。さあもちろんお客様がいない限りはこれ何度挑戦していただいても構いませんが、今は2人目、はい、残り8名様まででございますが、5秒前から、4秒前、3秒前から、2秒前からの、1秒前、さあ、オッケー、もう一度花さん。こんばんは。正直皆さん、今一番欲しいの何？一番欲しいの？正直。一番欲しい武器の理論値何？俺、はやぶさかも。はやぶさ、調整タイムね。調整タイムはね。はやぶさ、爪、無知。さあ、こちら、花さんからが50、17ときましたが、はい。57、ちょっと高いですね。やり、お、50の17ときて、57の17。
花さん、調整タイムありますよ。20 20 19 18 17。あれどうなった、ナイトメアリーフ。16秒前、15秒前、14秒前、13秒前、12秒前。ナイスこんばんは。11秒前。ナイスこんばんは。朝間切った。10 9 8 7 6 5秒前、4 3 2 1。それでは、こう、来た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 よ、めちゃ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 調整室やばいぞ、これは。そろそろ引けねえか、これ。お、調整か、調整か。今日50個くらい集めた、ほんと？リーフ？ 50 個？ 100 万ゴールドからが、さあ、花からが、もう一回取引は来ないからのダイス。おお、花さん、調整失敗しましたね。逃げよう。調整失敗しましたね。ちょっとあの上の方に寄っちゃいましたね。多分これ真ん中付近がバーッと出て。5秒前、4秒前からの、さあヒロの勝利確定まで3秒前からの、ふてぶてしいこのウェディの座り姿。2秒前、1秒前からがこちらがかはい、1投目。ちょっとヒヤリとさせられるか。はい、おー、あー、ごめんなさい。失礼いたしました。わらわら。応援お願いします、渋い。応援か。何の応援だよ。さあ、応援からの？皆さんのコメントが欲しいって。皆さんのコメントが、お前のコメントが、コメントが花のエールに、いや、頑張れからの。花ちゃん頑張れ。多分ですけど、まあ、多分応援お願いしますが、多分これ間違ってこういうのをしちゃっただけだと思うんですよ。俺もたまにやるんですけど、この B ボタン連打してて、多分ここら辺こういうことやっちゃったんだと思うんですよ。花頑張れ。5秒前から、4秒前から、3秒前から、2秒前、1秒前。ルールはね、あのフロムワン、シコメントに書いてありますが、来たよ、お前もまだ大丈夫か、お前大丈夫なのか、お前花、お前大丈夫なのか、お前大丈夫なのか、お前大丈夫なのか。武道家43ダイスよ。あの皆さん、花ちゃん過去持ってったことあります。皆さん、花ちゃん持ってったんだよ、過去。花ちゃん持ってったんだよ。ドリボ、ダイヤ、サファイア、ルビー、持ってったんだよ、過去4連。花ちゃん、あれ、花ちゃんトーテム持ってかなかったっけ。あれ、花ちゃんトーテム持ってかなかった、過去。これ違う人、あ、花ちゃん6連でトーテム持ってかなかった。あ、トーテム持ってた、春菜さんか。オーケー。あ、は、と、と、は、は、はるなちゃんだと、ごめん。よく覚えてんな、はるなとかな。すげえな、俺。あ、失礼いたしました、やばい。おや、ドルボ代、ドル、いつも楽しい放送ありがとう。いい子だな、おい。いい子だな、おい。なんだ、わ、いい子だけど、これはちょっと、これはヒロに利益入るわ、ごめんな。いい子だな。3秒前からの、俺だったらもう600万負けたら、もういるわけでしょ、もう。ふざけろ、お前引き渡しねえとか言うけどな。3秒前、
2秒前からの1秒前からがこちらで失礼いたしました。ヒロ君、ヒロ君おめでとう、ヒロ君おめでとう。ということでヒロ君、これ私が書いております。そのチャット間違って出したら、まあ、多分間違って出したんだろうな。てーてててー、おいヒロお前やるな。6波48、アンコール重量3480万ゴール。さあここで市場よりもねちょっと美味しく売れたかなぐらいですかね。さあこちらがヒロが、おおお、あヒロフレンドいないじゃん。ガチガチコロ、ガチガチコロ、あの花ちゃん、やばい、なんか花ちゃん、やばい花ちゃん、お花ちゃん、花ちゃんお前かわいそすぎるだろ、お前かわいそすぎるだろ。まあ、でもギャンブルそういうもんだから。あやばい、あの毛糸かぶったプグリボの落ち込み姿切ねえな。わらわら、ちょヒロお前見ない、おヒロは見ない方がいいと思う、見ない方がいいと思う。フレンドいっぱいでしょね、フレンドいっぱい、フレンドいっぱいがフィグネットフレ、いやあのこっちで送るよ。こちらがねフィクサーちょっとあれなんだ、フィクサーほんとキルしてねえんだよな、これな。フィクサーキル、ニャポロンが最近見ない気がする、ごめん、ニャポロン見ない、ニャポロン、イグナイト、タックソー、ナオト、これさ、これ里芋ハピア、ハピアはまた来た、里芋とハピアで、ハピアのがいっぱい来る気がするんだよな。里芋とハピア同じ人だから、これは一回切ろう、ハピアは一回切ろう、里芋 メインがいる人はサーバー切ろう。作戦、フレンド、砂糖、はい、ナイス。ヒロさんいっぱいだったらあの外してください、フィクサー自分で生産。テレレー、さあそしてお客様が来ておりますので、こちらさあ送るからの、はい、ヒロなんと3480万ゴールドからが装備品、おい装備本気ちゃうだよ、3480万、はいこちらからの、はい、ヒロがこちら3480万ゴールド、ナイスキャッチアンドナイスセール、ナイス、パチパチパチ、シビーな。もうちょい、まあ会心理論でいくら、まあ2500万ぐらいまで下がるけどな、しょうがねえよ。もうヒロが作ったたち買うしかねえよ。さあヒロさん確認してください。さあありがとう、ありがとうヒロ。さあ皆様次の持ち込みでございますが、さあお次の持ち込み様、持ち込みがこちら、おいなくなっ、ケイユウユ君どうぞ。実はケイユウユ君に放送外で話しかけられた、今日フロムはありますかっつって、やべ、ナイキャッチームだな、ナイキャッチームの、これはナイキャッチームの人の言うことは聞くしかない。最近あれだけ下がってるのにまだ錬金してるやついるのかな。で、イビルアックス、ギガスクラッパーを2点持ち込み。ケイユ君、2点ってことは準々理論値以上ですか。イビルアックス、準々理論値。そしてギガスクラッパー、おお、おーい、おー、準々理論値2個がしょべえなと思ったら、片っぽはちゃんとパルなしの理論値だ。いいね、いいね、いいじゃん、ギガスクラッパー暗黒魔人2ですね。ケイユユ君、これ相場確認させていただきます。ケイユ君、これはパルなしはいいね。ハンマーもやっぱな、欲しいっちゃ欲しいよな。自作かどうか確認する、自作確認しとけ、これで、これも、うわー自作だ、やるね、強運の持ち主たちが集まってますね。どんだけ回してんだよ。あー自分でやってるよ、ケイユー君やりますね。僕自分で作った時点でもちょっと偉いよね、なんかもうちょっとやってあげたくなるよね。装備品からこちらが武器、斧がイビルアックス、さあイビルアックスからの錬金、攻撃、こちらが、
20いくつ25、26、27、25、はい、これが、800、あ、ただあれだね、331だからこれだね、924万、1個は924万クラスパルなし、そしてこちらがギガスクラッパーがハンマーギガスクラッパー、こちらが27、これはしますね、3870万、先ほどのハヤブサ改心理論値より高いですね。3億分生産歴して国会議員様、お前やばいな、275万やばいな、3億か、3億いてえな。さあ、オッケー、というところでケイユウくん、これだよ、これ夏入りくんなの、これ世界の夏入りサブ、渋いな。てってってって夏入りくんじゃなくね、夏入りくんじゃなくね、あー武器職人、これが武器職人が夏入りくんね。さあ、というところで皆様、設定どうしましょう、ケイユウくん。こちらがだいたいね、4900万、4800万ゴールドぐらいですか、4800万ゴールド相当のこちら持ち込み一品。さあ、こちらはいくらの設定でいきましょうか。まあちょっとあれですね、先ほどのかやぶさの会心もちろん素晴らしいものなんですけど、ちょっとやはりギャンブラーの皆さんからしたら設定がちょっと高めだったかなという感じでね、花ちゃんが一生懸命鍵に来てくれて結局取れませんでしたけど、まあケイユウくんね、まあこれはまあ5連100万だったら来ますよ、まあ、正直5連100万だったら来ますよ、5連100万、まあ、4連150万どうですか。さすがに4連直落とし機といえどもね、まあ、4連だったら200万で来ますけど、まあ、持って帰っちゃいますね。5連かしこまりました。さあ5連100万、フロムワンが慎吾の準理論、そして新ハンマー理論値、5連100万、フィールド2193、慎吾の準繰り返し理論、新ハンマー理論、花ちゃん来ないかな、わらわら。さあ、こちらどうでしょうか皆様、こちらね、イビラックス133、こちら錬金石によってね、332までは、上げられるかと思いますが、イビラックスね、敵を倒すと喜びテンション上がる不気味な斧、これ怖いですね。どんくらいでテンションが上がるんですかね、要するに海馬の眼光どれぐらいの割合でこれ上がるんですかね、これね、そしてこちらがギガスクラッパー333ね、えなんかプクリボガヤで泣いてる姿かわいそうですけど、落ち込んでる姿ね、まあ、私ハンターハンターが大好きなんですけど、ちょっと後半の話で恐縮なんですけど、キルア君の家族の何かちゃんが泣いている姿をちょっと連想させますよね。さあ、こちらが333636363ギガスクラッパーから、さあ皆様いかがでございましょうか。さあ、いかがでございましょうかね、まあ、本当この世の存在ながら一番怖いですけどね、何か。さあ、こちら5連が100万、いや、これねなんだろうね、これね、ケイユー君ね、2本とも理論値だったらインパクトが違うんですけど、まあ4連65名限定とかだったらお客さん来ると思います。4連プラス、お、来た、もうジャック来た、失礼、お客さん来たよ、しかも君持ってんじゃん、君イビラックス、おお、ランクアップしてまいちゃった。はい、こちらナイス土曜日かでございますが、あの品によっては行くぞというギャンブラーがどんぐらいいますか、品と設定によっては行くぞという控えてるギャンブラーの方、まあ、これじゃまだ行けねえよと、他のだったら行くよという方、これが爪と体験の理論値2本セットに持ってきたら行くよという方、どんぐらいいらっしゃいますか。さあ、95からがジャック君、まだチャンスありますよ、チャンスありますけど諦めた、ジャック君諦めちゃった。いや、ゴーティームとうまい、
さあ、お前100万ゴールドからがナイスベット。無知か、いや無知、無知の量の下げやもんな。62からが972連がまだいけると思いますけど、失礼しました。さあこちら売り上げが現在達成率が 20% というところで、さあお客さんいらっしゃらなければ、こちらなんかもうあれですね、皆さんなんかもうあのあれですね、もう武器が来たぐらいじゃもうびくともしなくなってきましたね。武器の理論値が来て当たり前みたいな、なんかもう贅沢な空気になってまいりましたけど、ギガスクラッパー、さあ今まさにこの武器、新武器、皆さんねこれが欲しくて、頑張ってらっしゃる方々いらっしゃいますけど、あっさり嗜好品が、こちらねギャンブラーたちによってはハヤブサ型と魔法の組み合わせが鬼って聞いたんですが、社長かけたいのでお願いします。何それ何それ、ハヤブサバトと、魔法、それなんですか、モナさん、レグナード、それともあれ、あのコロシアム、ギガスクラッパー、新ハンマーリオンチ、新90ハンマー、さあ失礼しました、こちらルージュさんからがナイス。なんでこれみんなの、なんでこれみんなのこのケイト装備してくんすかね、なんでみんなケイト流行ってんすか。このシアムでハヤブサバとだいぶいいらしいですね。あ、これハヤブサバだな、俺行ったろうかな、俺もう。さあルージュさんから100万ゴールドナイス、はい、チーボーさんからナイス、いらっしゃいませ。さあゴレンからが、こちらが34から、いや可愛いけどこの手編みのやつね、なら失礼いたしました。さあそしてこちらがチーボーさんからがナイス、さあこちらは週末のカジノフィクサー持ち込みえぐいですけどね。さあチーボーからの、なんか今日はね誰かが1個ぐらい持って帰そうな気がする。さあチーボーさんからが、こちらがどうぞ、72ちょっと高めですね。さあ今日は一発目から1桁勢来ませんね。73、はい、そして91、3連、いやまだあるよ、おい失礼いたしました。3連冠、そしてジャック再び、なんか今あの正直コロシアムが見たい人、コロシアムちょっとフィギュコロシアムもう一回いけと、ハヤブサバトが本当に強いかどうか、昨日ねレインディアがハヤブサの剣めちゃくちゃ強い、ハヤブサの剣もう私が作ったやつね、フィクサー製の会心 4.7、 これを装備して優勝しましたけど、3566が47、失礼いたしました。そしてこちらアリス姫さんがナイス、わがままメイドからの、フィグコロか、これフィグコロ、100万ゴールドアリス姫からがナイスベット。いるかな今日バイト勢、今日いるかバイト勢、90からが失礼いたしました。9016からの600、有名バトマス、いやいるから、有名バトマス、しかもハヤブサの原理論値を装備する有名バトマスいるから。さあこちらが、さあ締め切り5秒前からの、4秒前からの、3秒前からの、2秒前からの、1秒前からが、3秒前、2秒前、1秒前、失礼いたしました。というところで、ケイユー君、これナイキャッチームね、ケイユー君からが作戦フレンド誘う、ケイユー君こちらナイスで、こちら郵送させていただきますが、コロナとね虹のギャンブルだからあれなんですよね、放送ある人が来てくんないとダメなんですよ、腕があって、いや花、おい花ちゃん調整してるぞお前ら、お前ら花ちゃん調整してるぞお前ら、花ちゃん、うわうわ急出ちゃったっつ、花ちゃんを何待ってんだよ花ちゃん、やべえなこれ、イビルアックスギガスクラッパーからの、6波480万ゴールドからが、こちらケイユー君ナイゲッチ、カキクケイユー、いやお前らやっぱあれだな、出る気がするんだな、ナイゲッチ、いや出る気がするんですね。
さあ皆様、さらに持ってくる人いますか？さらに、さらに持ってくる方いらっしゃいますか？さらに、しょうがねえなお前ら、しょうがねえな、しょうがねえな。おー、パープルナイス、花ちゃん頑張ってな。しょうがねえな、お前らこれぐらいいかねえと。花ちゃん、このいや、この調子乗ってそのうちやられる。5名だよ、5名だよ、5名だよ。昨日これで持って帰ったのよ。昨日これであっさり持って帰ったんだけど、うわやらー、まあ、5名限定、まあ、これよりいい設定持ってくるやつ絶対ない。これよりいい設定持ってくるやつ絶対ない。4連プラス60はやぶさの会心理論値、5連黄金花びら1000個1億5名だよ、限定5名だよ、200万だよ、限定5名だよ、5名だよ。ここは乗り切ってみせる、ここは5人乗り切ってみせる。あのちなみに5連出したら両方あげます。5連出したらはやぶさの会心理論と1億字両方あげます。まあここまで、まあここまでやってほしいね。5連いたら両方あげます。はい、両方あげます。その代わり200万です。1回200万です。さあ、いかがでございましょうか。ほんと限定5名様でございますが、まあここ、まあここでもうお客さん、この設定でお客さん飛んだらもうしばらくやんないね。青豆から来いや。それでは皆様、俺これ持って帰れなかったら装備するから、これマジで持って帰れなかったら装備するから。100万ゴールドからの青豆、一等200万だよ。これはい、5人、はい、5人終わり、この5人で終わり、この5人で終わり。いや、1人最後の人ダメ、最後の人ごめん、時間はごめん、時間ごめん。よし来い、ちょ一桁やめ、ちょ一桁やめてな、一桁やめてな、ちょ一桁やめてな。いいね、いいよ、1等目50以上いいね。失礼いたしました、1人。いや、まあ、花ちゃん、まあ、花ちゃんはね、まあ、花ちゃん、花ちゃんやらしちゃ、花ちゃんやらしてあげたいけど、持ってきそうなけど、いや、花ちゃんやらしてあげたいけどよ、いや、花ちゃん、じゃあ、まあ、ジェガンと花ちゃんいいよ、ジェガンと花ちゃんいいよ、ジェガンと花ちゃんや、あ、じゃあ、花ちゃん、お、誰かいなかった、お、ジャックいなかった、ジャックいなかったよ、花ちゃんいける、花ちゃんいけるよ。なんか、花ちゃん持ってきそうな気がするな、ちょっと花ちゃん持ってきそうな気がするな。じゃ、これはちょっと、本当は、ちょっと、これはね、本当は俺やらせたくないんだよ、こういうのは。いや、俺はね、これは、いや、もう、だから、もう、いいよ、もう、ジェガンと花ちゃんはいいよ、じゃ、6人でいいけどね、これなんかもう、花ちゃんが持ってきそう、多分、ルリュウが、その前にルリュウが持ってきそう、ちょ、ちょ、ちょ、一桁だけ、40からな。おい、67、2連、おい。危な、66、危な、3投目で66超えたら危なかった、危な。はい、こちら、風からナイス。これしょうがない、これジェガンと花ちゃんとジャックはもういいよ、もういいよ、いいよ、斜めでいいよ、斜めで危ねえけど、斜めで。チェチェレ。さあ、ここを乗り切って、俺は初めてハヤブサの回が装備できる。はい、頼むぞ、ちょっと1投目だけ勘弁しな、1投、68が、66、失礼しました。はい、からのアリス姫。最近金持ちだな、大丈夫か。はい、こちらアリス姫、100万ゴールド、ナイスベッドからの。いや、ここでちょっと花ちゃんが持ってったら、まあ、渋いけど、なんとなくなんですけど、なんとなくアリス姫には持って帰りたくない。なんとなくなんですけどね、なんでかわかんないけど、アリス姫には持って帰りたくない。頼むぞ。さあ、アリス姫からが、実はアリス姫、このフロムワン結構来てくれてる。頼むぞ、お祈り、お祈り頼むぞ、これ
はい、でも75ちょっと高い、75高い、88、88いけるよ、88かも、89、90、90で終わり。失礼いたしました。42からのジェガン、あと3人乗り切んなきゃ、あと3人だよ、あと3人、花ちゃん、ジャック、パワープロ君がフィギュゴロね、昨日準優勝しましたけど、さあジェガンからが100万ゴールド、これちょっとね、これ正直最後俺最近やってんだけど、ちょっとこれぐらい割のいいことやっちゃうとね、他の人が持ってきづらくなっちゃうから最後にやってる。さあジェガンからが、いやこれなんか花ちゃん持ってきそうな、ちょっと持ってきそうな気がするよな。ジェガンからが、おこいや、ジェガン頼むぞ、ジェガン、ガンダムのジェガン、61、お、みんな一投目優しいね、71、カモン72以上、78、お、昨日も余って最後持ってったんだね、お、お、失礼いたしました。怖っ、いやここだよね、4連ナオト式はここなんですよ、4連は行きそうな気がするんだよこれ、あれこれ花ちゃん来てた、花ちゃん来た、今んとこ今日の MVP 花ちゃん、やばい今日の MVP、 花ちゃん花ちゃん、これ4日目だ、超金持ちだよな、いや花ちゃん落ち込んでるけど超金持ちだよなこれ、花ちゃん持ってけー、花ちゃんから、いやこれ怖い怖い、お前ら花ちゃんね、花ちゃん1投目ね、いや調整すげえしてきてんだろうけど、花ちゃん1投目ね、90以上が出そうな気がする。お前ら、なんか俺の長年の経験、90以上が出そうな気がする。おーい！花ちゃん調整しすぎだよ、花ちゃん6完璧だったよ、6とか完璧だったよ、どんだけ調整したんだよ、まあ、どんだけ調整したら狙って一桁出るんだよお前、やるなおい、もうあかん、花ちゃんもうあかん。さっきいつも楽しい放送ありがとうがあるの、もうあかん、頼むぞ、ジャック、ちょっと頼むぞ、最後は。ちょ、装備させてくれよ。わらわら、はい、最後の資格になりました。もうあかん、無垢だわ。ちょっと、花ちゃん、可愛いっすね。ちょっと破産してないことになりますね。わらわら、頑張った。ちょ、頼むぞ、ジェガン。ジェガン。ジャック。71。75。失礼いたしました。はい、ということで、皆さん。行くか。